斉藤でございます。僕はね、どうも日本酒党だってね、ブログとか、まあ YouTube でも言われてるんですが、実はね、日本酒だけじゃないんですよね。ほい、オンザロック、ちょっとジンビームの水割りなんですけどね。バーボンの香りがしますけど、でこれ樽を焦がすからね、少しスモーキーな香りするんですけど、スコッチのとはちょっと違いますね。ラフロイグとか飲んだことあるんで、わかるんですけど。まあこういうウイスキー割るんだったら、やっぱり硬水の方がいいのかな、軟水つよりは。まあそれでね、今日は財宝つね、あの焼酎通販でやってるところの、あそこの通販宅配水、財宝水を使って割ったんですけどね、あとに残るのは何でしょう、メープルシロップっていうのかな、カラメルのような、まあ、少し甘さはあるんだけど、やっぱりスモーキー感は残ってるという、そういう感じですね。